はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日はね、ちょっとこうカメラがね遠いんですよね。っていうのがこれハンギングヘルコニアの将軍っていうねヘルコニアなんですが、このヘルコニアを使ったアレンジメントを今日は作ります。なのでちょっとこう背がね高くなるんで、一人でやってるんでね、あろーっと遠くなっちゃうんですよ。ではね、早速こちらのアレンジメントを制作していきたいと思います。まあ、こういうハンギングヘルコニアなんか使う場合は、まあ、これの位置ですよねをどうするかっていうのが一番の問題になります。ちょっとね、僕の方を正面にして今刺しちゃいますね。ある程度こう長さを決めて切って刺していくんですが、まあ、この先端がね器より下がるのか下がらないのかってところも、ちょっとポイントですよね。あとこう斜めにするのか垂直にするのか、こういうところもポイントになります。今回はちょっと少しだけ斜めにしてと思ったんですけど、1本しかないんで今回は、正面に持ってきましょう。皆さんから見るとこういう状態ですね。見えてますかね。見えてない。カメラ引きます。もっと引くよ。はい、カメラうんとまた引きました。またずっと遠くなりましたね。じゃあどんどん行きましょうか。この次にこういうねモンステラを刺していきます。ちょっと前に刺そうかな。モンステラもこのねちょっと器をこう隠し気味に前に出すものも作っていきましょう。でこのモンスってね、前もお話ししたと思うんですが、表と裏とね色が違うんですよ。表と裏とで、これね結構表向けなきゃいけないと思うと、表ベタベタ前にしてこう刺していく人多いんですけど、すっごいこう重くなっちゃうんで、この裏をね見せてちょっと軽さを出していくっていうのがアレンジメントを成功させるポイントです。なのでこのように裏を見せつつ裏を見せつつ表を見せる、これがポイントはい、続いてこちらのね、アジサイを入れていきます。アジサイは、まあ、このね前もこれもやったと思うんですが、これねハサミしかない人はハサミで大丈夫です。ナイフでやるとやりやすいんですけれども、ナイフがない人も多いと思うので今日はハサミでやります。このように切ったらここに白い中綿みたいなのがあるでしょ。これをこうやってハサミでこう抜くんですよ、こうやってね。そうするとよく水が上がりますのでこれで刺しましょう。次にこういうドラセナとかセダムとかオクラなんかを少しずつ入れて、ちょっとねこうアレンジメントに面白みをつけていきます。
次にこの硫化電動の例に出てきます。これなんかも切り分けをうまくするとね、いろんな形に変化させることができます。これもまあ枝取りの一種ですね。では最後にこちらのアンスリウムを入れて締めましょう。はい、こちらで完成です。ちょっとこういう動きがですね、面白いアレンジができますので、このようにこうリーフとか、まあこういうオクラとかね、こうちょっと変わった素材をこうちょこちょこと使っていくと変化がついたね、アレンジメントができるんで、すごく楽しいです。見てて僕も楽しいです。では最後にこちらのアレンジメントをちょっとズームでね、お見せします。それで今日のアレンジメントを終わりにしたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。 See you next time。 めっちゃ楽ですよ。